はようございます。2015年9月13日日曜日6時5分になりました。ちょっと遅れてのスタートになりましたが、日曜日で、天気はね、昨日今日とそんなに悪くはないみたいなんですけど、まあただね、栃木とか宮城とか、まああちこち、ものすごい集中豪雨になって、大変なことになって、まだね水が引いてないところとかね、もう大変ですけれども、まあああいう風景というか、まあ被害ですよね。そういうなのって今まで本当そんな日本であまりこう見なかったで、ここ本当に何十年か、そんな大きな被害っていうのはあんまりなかったんですけども、だんだんここ数年、そういう被害がどんどんこうね、毎年のように起きるようになってきて、やっぱそれだけこう天候がね、不安定になってきたというか、まあ、今までが安定しすぎてたというのような感じかなと思いますが、まあ、どう気をつけるかっていうのはなかなかね、根本的にもう都市計画だとか治水の計画とか、そういったことから見直さないといけない、こう住む場所とかね、そういうものを、その住宅地の在り方とかまで、考えなきゃいけないようなことになってきてんのかなという感じですけれども、さて、今日は IT メディアから iPhone 6s 6s プラス、各社価格出揃う、実質0円消えるということで IT メディアのニュースですが、iPhone 6s がね、新たに発表されて、でもって今それの予約受付が始まりましたが、値段がそれぞれ発表されて、まあまだこれからね変わるかもしれないんですけども、とはいえ実質0円がなくなったというところが、やっぱ今回からそれがなくなってるっていうのが大きいのかなと。やっぱりもうね、総務省あたりがうるさく言って、2年縛りだとか何だとかそういうことはやめてけというような話になってきて、だんだんそういうモデルが作りにくくなってきてる。結局実質0円っていうのはその間ずっと使ってくれるからこそ、それぞれのキャリアが実質0円でも成り立つんであって、要はね、月々の分割払いにして、そこの分割分を通話料から、まあさっ引いてというか、そういう形に、基本料金からさっ引いてみたいな形になってるんで、でまあ前にも言いましたけど、実質0円っていうのはそもそもただになってるわけではないので、単純に分割払いにして、その分割払い分を通話料の方から差し引いてるということで、実は分割払いはしてるんですね。だからこれ勘違いしてる人が多いので、ちょっと怖いというか、実際ね、だから実質0円で、だから機種代、その分割払いしてるという意識がないと、通話料を滞納してるって思ってたら実は間違いで、分割払いを滞納してるということで、クレジットなんかの余震にですね、余震データに実は影響が出ているということがあって、なんか社会人になってからね、車をローンで買おうとしたらローンが通らないっていうことが起きてると。まあね、いろんなところでこういう、いろんな仕掛けがあるので、そこはね注意しなきゃいけないんだろうなと思います。で、まあそういう話に合わせ、私は常々こう不思議なのは、こういう携帯のね、乗り換えと新規っていうのが安くて、もともとのお客さんである機種変更はなぜか高いっていうね、これがどうなのよっていうのがいつも気になるわけですよ。普通はね、お得意さんの方が、もともといるお客さんの方を、優遇してですね、するっていう、お得意さんを優遇するっていうのが普通のビジネスのあり方ですね、商売としては。ところがなぜか携帯とかに関しては、
お得意さんは冷遇していってですね、新規のお客さんとか乗り換えのお客さん、まあだから新規ですよね、のお客さんの方を優遇するっていうね、そういう仕組みになってるっていうのが、これは果たしてどうなのよっていつも思ってしまったりするわけですね。まあ当然何年間使ってるからっていうんで、いろいろなんか割引みたいなのがあるのはあるんですけども、なんとなくそういうところがどういうふうにこれは考えるべきなのよみたいな気がするんですけどね。まあまあどっちにしてもそもそもが同じ iPhone6S、6S プラスをですね、日本のドコモ、KDDI、ソフトバンクっていうキャリアがこう同じものを売るっていうので、で値段が微妙に違うっていう、そのなんかこの辺はどうなのかなって、でしかも単純に機種代がこう違うとか月々が違うといったところで、それ以外のもののなんだかんだをこう合わせると結局のところはそんなに大きな差にはならないというのもあったりしますから、なんか変なことになってますよね。実に不思議な感じがするというか、まあなんか普通のこうビジネスのあり方とかなり商売のあり方とだいぶ違うような、まあある意味まあスーパーとかねでこう同じ商品を売っててこう、特売とかで競争してるようなもんちゃもんなんですけども、ただね、日常のその消耗品とは違うので、これはどうなのでしょうねなんか不思議な気がして、どっちかというと家電量販店にやっぱり近いのかな。でもね、ただ継続してるか機種変更かこう新規の契約かでこうこれほど値段が違うっていうのも、その辺はどういうふうにこれはなってんのかなというのがちょっとか気になるところですけども、なんかもうどうもこのねおかしなことにいろんなことが歪んできてるような気がしないでもないんですけども、まあそもそもが2年縛りだのなんだのっていうのも不思議なというか、あれは結局分割払いしてるんですっていうところをねちゃんと説明しないからあんな変なイメージがついちゃってるんであって、分割払いになってるっていうふうに考えれば別に当たり前の話っちゃ当たり前の話なんですよね。途中で解約すれば残りの残金払ってねっていう、そりゃそうなるのは当然のことなんですけど、どうもいろんなことがちょっと歪んで伝わってるようなそんな気がして、仕方がないんですけど、さて今日何を言ってるのかよくわからんですけど、まあとにかくちょっと変なビジネスモデルになってきてる気がしますね。いろんなところでややこしくなってきて、行くんじゃないかなと私なんかはそこら辺が気になりますけれども、さて、そんなところでもう6時16分になりました。今日日曜日ですね、天気はそんなに悪くないので、まあ、お出かけ、できる方する方はお出かけしてみては、もうだいぶね過ごしやすくなりましたし、とはいえ被災したところはねもう大変ですよね。特に水が引かないところはまあ何日かかるのか、いつになったら自宅のところに行けるのかわからないってそんな状況なんですけども、まあ一日も早くねそういうのはもうこれから治水工事とか本当こういろんなことを想定しなきゃいけないので、まあ自治体も大変でしょうけども、これからはそういうこともね考えないといけないし、また自治体任せじゃなくて自分たちでどう判断するかっていうのもすごく求められてるかなと思います。そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。